皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作よくチャンネル、どうもご視聴ありがとうございます。先日ですね、東芝の VHD プレイヤーの動作確認と、まあ、簡単な修理の動画を出したんですけれども、それと同じ店で買って、まあ、順番で言うとその VHD プレイヤーよりも前に買っておいたものだったんですけれども、こちらパナソニックの CD ラジカセで RX-ED75 という機種になります。まあ、こちらなんですけどね、昨年の最後に出した動画の RX-MDX7 の2年前、1997年に発売された CD ラジカセで、こちらも、コブラトップのシリーズになります。こちらの RX-ED75 なんですけど、状態としては CD 不動作、カセットテープ回転せず、ジャンクです。AM、FM のみ OK ということで、まあ、まあ現在の機能としてはラジオしか聞けませんよっていうこういう状態らしいんですけれども、まあ、とりあえずまた動作確認をちょっとやってみたいと思います。はい、とりあえずはまず電源入れてみたいと思います。こちら電源オンしますと、この中央に、テープの再生ボタンと CD の再生と一時停止で、あとラジオの切り替えボタンがあるんですけど、ここが中央がこう光るようになっています。で、この RX-ED75 の前の年に ED77 っていうのが出てるんですけど、まあ、ほぼデザイン的にはこれと全く同じで、まあ、この要するにこの光ったところ、これが光ってないっていうだけなんですけれども、じゃあまず、まあ、特徴であるコブラトップを開きます。パッとバックライトもちゃんとこうつきます。で、まあ、このラジカセの機能としては、まずこの一番下に貼るこれが CD ですね。これトレイになってまして、ガーッとこう出ます。で、それからカセットデッキが、まあ、2つついてまして、で録音できるのはこちらデッキの2の方だけですね。こちらは再生専用になります。で、まあ、いずれもオートリバースの対応のデッキになってますね。まあ、ラジオなんですけど、まあ、テストした時は FM も AM も綺麗に入りまして、でワイド FM もちゃんと受信できましたね。で、 CD の出し入れですね。これも問題ないです。ただテストした時にちょっとこの CD のトレイを出した時に、なぜかこっちのデッキ2の蓋がかばって開いたりする不具合はあったんですけれど、まあ、その辺はあの MDX7 の時あったみたいに、この辺のボタンのちょっと回路がおかしくなってんのかなとは思いますね。で、まあ、このコブラトップの方にもこうボタンがいくつかあるんですけれど、まあ、この辺はおいおいちょっと動くかどうか確認していきたいと思います。じゃあまずですね、ちょっとカセットデッキが再生できるかどうか、こちらの YouTube のオーディオライブラリーの方でちょっとテストしてみたいと思います。じゃあデッキ1の方からちょっと開けてみましょう。カセットはこういう風に一応テープはセットできるんですけど、テープを再生してみると、といった感じで再生が今されて、オートリバースで B 面の方を再生されてしまったんですけど、それもまあすぐに止まっちゃいましたよね。さあ、これがテープが取り出せるかな。はい、まあ一応テープは大丈夫ですけど、まあ、テストではちょっとねテープが絡んじゃったりしてたんで、まあ、テープの再生はやっぱりうまいことを言ってない感じですね。
じゃあデッキ2の方、こちらはどうかというと、はい、といった感じで、さっきと全く同じ挙動ですよね。再生されたんですけど、またオートリバースで、微妙に再生されちゃって、で途中で止まっちゃうという感じですね。なのでカセットデッキは まともに動いてないという感じです。じゃあ次にですね、 CD が聞けるかテストしましょう。トレイを出します。Dをセットします。おっと、出ましたね。こちら閉じた途端にカセットデッキ2の蓋が開いちゃうという不具合出ましたね。じゃあこれで CD 再生できるかですけど、まずは CD に切り替えます。で再生できるかプレイしてみましょう。いいってことは、エラーってことなんでしょうけど、あ、CD のディスクになっちゃいましたね。ディスクをまず認識してない状態です。やっぱり CD もダメですね。はい、というわけで、まともに動き機能は本当にラジオしかない状態だっていうのは分かりました。なので、まずはちょっと、CD の方を再生できるように、以前使ったこちらのレンズクリーナーを使って、ピックアップレンズの方をちょっと清掃してみたいと思います。はい、というわけで、現状では全く用を足さない、ラジオとしてしか使えない状態なんで、いろいろ調べてみたいんで、こちら後で分解して、中の方を見てみたいと思います。というわけで、徒歩2秒の隣の部屋に行きたいと思います。さ、はい、というわけで隣の部屋来ました。じゃあこちらの方をちょっと分解していきたいと思います。だいぶ分解にちょっと難儀したんですけど、ようやくこうラジカセが上と下で分解できました。でですね、これが CD のユニットなんですけど、これがなんと、分解した後ではネジが止まってないんですね。こう逆さにして分解しないと、これが CD ユニットが固定されてないんで、こうボロって落っこって、最悪このフラットケーブルとかこういった配線とかをちょっと切っちゃう可能性があるので、分解するときは必ず裏返してやるようにという文献があったんですけれども、確かにこの CD ユニットは分解した状態では固定されてないので、このフラットケーブルの扱いにはちょっと注意しなくちゃいけませんね。じゃあこのユニットをひっくり返すと、このカバーがついてるんで、これを外せば、とりあえずピックアップにはアクセスできると思うんですね。じゃあそれちょっと外してみたいと思います。とはい、いろいろちょっと試してみて、やっぱりピックアップのレーザーの出力が弱ってんじゃないかなっ
ていうことで、でそのレーザーの出力の、可変抵抗がどこにあるのかって探してたところだったんですけど、ちょっと文献、紐解いてみましたらば、まあ、この画面の中央に映ってる銀色のもの、これが、ピックアップの調整のネジらしいんですけど、まあ、このピックアップがですね、こっちの一番初期位置にあるとこのネジにちょっとアクセスできなくて、まあ、ちょっと困ってたんですけど、まあ、CD を一回セットして、でちょっと読み込ませて、市販の CD は一応読み込みをするようになったんで、でその読み込みを利用して、ピックアップが動くのをちょっと待って、で途中で、ちょっと電源を切ってですね、でピックアップが止まった状態で、いじれるかどうかっていうのをちょっとやってたんですけど、ようやくこのピックアップが真ん中あたりまで動いたんで、その、調節のネジにアクセスできそうなんで、これからちょっとピックアップの調整やってもう一回、テストしてみたいと思います。はい、というわけで、ピックアップのつまみをですね若干左に回してみましたんで、ちょっと再生してテストしてみたいと思います。さあ、これで再生できるでしょうか。プレイします。OK。 はい、というわけで、まあ、CD の方はこれで大丈夫だと思うんで、この後テープの方修理していきたいと思います。はい、でテープのメカなんですけど、この基板の下にあるみたいなんですけど、ここに、まあ、これおそらくテープを、まあ、動かすモーターだと思うんですけど、まあ、文献によるとここにあるモーターの配線を、まあ、ハンダ付けされるんですけど、これを外さないとこの基板が、外せないっていう話だったんで、まあ、それがどういうことなのかちょっとこれからチェックしてみたいと思います。基板の方のネジ外します。ネジ外せましたんで、ちょっと基板持ち上げてみようと思います。持ち上がらないっていうのは本当か。ああ、やっぱりですね、モーターはこの下に、取り付けられてるんですけど、配線がこっちの基板についてるので、ここのハンダ外さないとこの基板が分離できないっていうことですね。確かにそうですね、これはここのハンダを取らないと、ダメですね。はい、一応ハンダ外せましたんでね、これ基板一回取ってみましょう。基板分離できたことはできたんですけど、この下にですねちょっと
フレキシブルケーブルがあって思いっきりこう持ち上げられないんですよね。でフレキシブルケーブル外せばいいんでしょうけど、ちょっと外すと戻すのは大変になりそうな感じなので、できればこのままこの下をいじりたいんですけどね、ちょっとそれも無理っぽいので、やっぱフレキシブルケーブルを外すしかないんでしょうかね、これね。はい、というわけで基板外せました。まあ外したくはなかったこちらのフレキシブルケーブルですね、まあ、フラットケーブルというか、これはまあ結局外しちゃいました。まあ外さないとこの基板をやっぱこっちに大きく動かせないので、まあ仕方なくこのケーブルは外しました。でようやくこのカセットデッキの部分がこう見えるようになったんですけど、まあ案の定、ゴムが切れちゃってるところがありますね。ただこの一番太くて長いベルトは、ゴムは生きてるみたいなんで、それ以外の、ゴムを交換すればあとはうまく動くのかなという感じですね。はい、とりあえずは今日ちょっと遅くなっちゃったんで、また明日仕切り直してやってみたいと思います。はい、というわけで修理2日目です。まあ昨日はこちらの CD 部分の修理にちょっと手間取りましたけど、今日はこちらのですね、カセットデッキの部分ですね、ここを修理していきたいと思います。はい、というわけでこちらのカセットデッキのメーカー部分なんですけれども、まあ、これ裏返ってるので、まあ、デッキの番号でいうとこっちが1でこっちが2になりますね。でまあ大抵ダブルデッキでいうとそれぞれにモーターがついてるもんなんでしょうけど、まあ、この頃出た、まあ、このパナソニックのラジカセっていうのはもうコスダウン一辺倒に向かっていたので、このモーター1個でまあ、2つのデッキを駆動している感じですね。でゴムが大きく言うと4本かかっていて、このモーターから大きいゴムでこちらとこちらに2本、それから、ここに見えるローラー、これから、この下の方にちっちゃいローラーがあるんですけど、そこに向かって小さいゴムが2本ずつと、ということで合計4本のゴムがかかっているようで、見るとこちらのメインの太いゴムは一応テンションちょっと弱ってる感じなんですけど、まあ一応は切れないでつながってます。こちらとこちらにある大きいゴムは一応生きてるみたいですけど、まあとりあえず新しいゴムサイズが合えば変えたいと思います。とりあえずはまずこのカセットデッキの部分のメーカーを完全に外しちゃいたいと思います。はい、というわけでメーカー部分外せましたので、こちらの方をちょっと重点的に直していきたいと思います。続いて、まあ、ゴムをかけ替えるにはここについてるカバーといいますか、この樹脂の部分がちょっと邪魔になるので、まあ、モーターと一緒にこれを両方とも外したいと思います。まずはこちら側このメインのゴムベルトが分かりますか。はい、こちらの、メインのゴムベルトなんですけど、ま、若干テンションが落ちてる感じではありますけど、ちょっと手元にある、サイズのものがないんで、これはちょっと流用したいと思います。
で、このローラーの下からこちらのちっちゃいローラーがあるんですけど、これにこうちっちゃいゴムがかかってたようなんですけど、まあそちらの方はもうこんな感じでバラバラになっちゃってるので、まあ、こちらは多分合うサイズがあると思うんで、そっちの方に交換してみたいと思います。下にベルトかけるのにこうメインのがちょっと邪魔になるんで、一旦メインのベルトを外します。こちらのちっちゃい方のベルトかけ終わりました、一応これを回すとこちらの小さいローラーも連動してちゃんと動いてるので、こっちはこれで大丈夫だと思います。じゃあ今度はこっち側を外したいと思います。はい、こちら側はですね、このメインのモーターに、一番太いベルトが両方ともかかってるので、まあ、ここを外しちゃわないようにしてこっちの小ベルト交換したいと思います。はい、というわけでですね、一応、ちっちゃい方のゴム両方ともかけ終わって、まあ、動かしてみると全部きれいに動いてるので、これで一旦動作確認してみたいと思います。はい、というわけで、まあ、一応仮組みの状態なんですけど、テープとあと CD の部分の修理は終わりました、まあ、CD の方は一応テストで音は鳴ってたんですけれども、カセットの方はちょっと動かしてみないと分からないんで、まあ、テストの方これからやってみたいと思います。まずは、電源が入るかどうかからですね。電源オン、はい、電源はちゃんと入りました。で、コブラ取っての開閉も、じゃあ次は CD をテストします。 CD 開閉、左のスピーカーからノイズが聞こえるんですけど、はい、CD ちゃんと認識されました。で、プレイします。
りあえず CD の方は OK だと思います。じゃあ次カセットの方行ってみたいと思います。じゃあまずはデッキ1の方から行ってみたいと思います。デッキ1オープン。はい、これで再生してくれればありがたいんですが、再生こそされるんですが、ちょっとスピードが不安定な感じですよね。で、さっきからやっぱりこのスピーカーから結構雑音が聞こえてきて、ちょっと雑音がひどい状態ですね。再生こそされますが、雑音がひどい状態という感じです。一旦止めましょうか。じゃあ巻き戻しをしてみましょうか。はい、巻き戻しは問題ないですね。デッキ1の方はちょっとなんか不安定っぽいですね、こっちの方が。続いてデッキに行ってみましょうか。デッキにです。デッキに再生します。というわけで、リサイクルショップで買ってきた500円のパナソニック RX-ED75 の修理だったんですけれども、まあ一応当初の目的であったCD とテープの部分は一応直ったんですけれども、まだちょっと、テープの再生に関しては不安が残るところではありますけれど、まあ CD とラジオが聴ければ十分用を足す機種なんじゃないかなとは思います。まあテープは本当にね、おまけ程度に考えてるんですけれども、で、まあこのリサイクルショップなんですけど、まあ買い取りは一切受け付けていなくて、まあ売る専門の店なんですけれども、一体この商品はどっから流れてきてるのかっていう、まあちょっとハードオフでもちょっと見かけないものが置いてあったりして、まあジャンクを漁る人間としてはまあ楽しい限りなんですけれども、まあ、期間限定っていうことだったんですけれど、まあ、1月いっぱいはやってるようなんで、まあ、今後もですね、目欲しいものがあったら、購入して、まあ、修理とかしていきたいなと思っています。まあ、来週の金曜日はですね、まあ、待ちに待った、バイオハザード2のリメイク作であります、バイオハザード RE2 の発売を迎えますけれども、自分の予約したコレクターズエディションはちゃんと発売日に届くのかがちょっとだけ心配ですけれども、まあ届きましたらまた開封動画とか作りたいと思いますので、お楽しみにしていただきたいと思います。というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。
よろしければ、まあ、関連動画の方から他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。